置が決まりました。封鎖措置は2回目で、大型商業施設や学校が閉鎖され、市民は原則として自宅から500メートル以上離れることができなくなります。ネタニヤフ首相は、経済への打撃は大きいと言ったのですが、感染者数の推移次第で延長の可能性もあるとしています。秋の味覚で高級食材として知られる松茸ですが、コロナウイルスの影響で異変が